成和陣や後成和藩は、備中国河上郡成和村周辺を領有した藩。江戸時代の大藩は、後退寄り愛表向き五礼修了であった。藩長は成和城に置かれた。成和藩は、元那三年、稲葉国若狭藩主、山崎家春が、大阪の陣の先行により3万5千国に加造され、入部したことに始まる。 家春はそれまでの各種城を廃止新たにふもとに、成和陣屋を築いた。成和藩主時代の家春は、幕府の御用に暴殺された。まず、元奈5年の福島正則会駅時には、義兄の池田長幸と共に、貧乏国見原城を主営を命じられている。翌元奈6年の大阪城築城工事において、天守、本丸、二の丸の石垣構築に携わり、 その才能を評価され、追記の名手と呼ばれるようになった。現在でも大阪城天守の石垣には、山崎家の刻印が施された石垣を見ることができる。なお、この築城工事で出た廃石は、家春のアイデアで、中野島の基礎として再利用された。家春が中野島開発のきっかけとなったことから、中野島の東端には、山崎家の大阪倉屋敷が所在し、 通称、山崎の花と呼ばれた。続いて、寛永十一年、伊予国松山藩主、ガモウタが死去し、六つぐ断絶になると、松山城の城番を務めた。そして、寛永十三年、江戸城外堀武進において、親戚筋の美前国岡山藩主、池田光政を組頭とする石垣方四組に属し、不審を行っている。その後その石垣は、 小石川高楽園に移設され、現在でも山崎家の国印が掘られた石垣を見ることができる。また、家春は、肥料の浅口郡津貫島の神殿開発を積極的に推進し、その技能を幕府より高く評価された。直子の貫島は、次男、山崎豊洋寺が、大見旗元として、成輪に戻った際に再び、山崎家の所領となり、 江戸時代を通じた新田開発が走行し、成和寮が幕末に維新立院する契機となった。寛永15年、島原の乱により荒廃した天草の復興を託され、7000国を画像の上で、日後国富岡藩4万2000国を与えれて、天保となった。家春は、上実した追記技術や津良島の神殿開発、それに、 幕府御用への忠勤などが幕閣より評価され、その能力を買われ天保となった。家春は島原の乱によって疲弊した天草の復興と富岡城の集築に注力し、その功績により、寛永18年、佐抜国丸亀藩五万三千国へ加蔵天保となった。代わって寛永16年、日立国下立藩より水谷勝隆が五万国で入部した。なお、 勝ツの議定が、島原の乱の責任を取らされ、天草軍4万2千国を没収された、寺沢健高である。勝ツは、成和陣屋や,や、城下町の拡張を推進したが、寛永19年に、在任わずか3年で、備中国松山藩へ転保となったため、成和藩は、廃藩となり大官支配の天領となった。一方、明暦3年3月、 山崎家春の着村で、佐抜国丸亀藩三代藩主、山崎春よりは8歳で溶接し、丸亀藩山崎家は、死死断絶で海域となった。しかし、春よりの後見人として、佐抜国民の軍によご千国を分治されていた、家春の次男、山崎豊洋は、幕府より、山崎家の名跡相続を許され、所領は安堵された。翌万次元年5月、 幕府の計らいで所領を、備中国川上郡、浅口郡内に移され、丘陵で豊寺の出生地でもある、川上郡成和村を居所とした。父家春が、寛永15年に、肥後国富岡藩へ転出して、以来、山崎家が19年ぶりに、成和に戻ることとなった。豊寺は幕府に、国元へ赴くことを許可され、万国未満の旗本ながら、領地へ赴いた。 このお国入りが山崎家代々の習わしとなり、大名と同等の格式を与えれた、皇太より愛表向き御霊衆に加わる契機となった。その後、豊寺の子孫は、転保することなく、明治4年の廃藩地県まで、皇太より愛表向き御霊衆から大名として、成輪の地を治めた。皇太より愛表向き御霊衆時代の動向については、特筆すべき事柄は、 あまりないが次の3点を挙げておく。1点目は、宝永元年に二大領主義法が、尊崇していた、江戸のあたご神社を、なりわのあたご山頂に誕生し、あたご神社に、白谷日下げにて花火を放納したことである。この花火は現在でも、なりわあたご大花火として、毎年7月に開催されている。次に二点目は、四大両主信ぶは、死死がいなかったため、着母の実家である。 文吾国盛藩久留島家より、久留島光通りの六尾通裕を養子として迎え、家督を相続させたことである。この養子縁組により、家春、豊地府市の血統は信盛をもって途切れることとなった。成和藩最後の藩主である、千民は、下宇佐国尾身川藩内田氏の団系子孫であり、文吾国盛藩久留島氏、文吾国西出藩木下氏、山和国田原元藩平野氏、 日ご国と藩細川氏などの女系子孫にあたる。著名な先祖には、自民の母を通じて、細川雄斎、細川忠興、統治生を通じて、平野長安、毛利輝元、加藤義明、祖母を通じて、木下信俊戸田忠政苦島長力がいる。これらの先祖のうち戸田忠政を取り上げると、忠政は、山崎家春の後任として、 日後国富岡藩主となり、家春が再建した富岡城の集築が、領民に負担を与えるとして破却した人物である。最後に三点目は、幕末の慶応四年、吉奴の第二、浅口郡貫島の神殿開発文を明治政府に申し立て、12,746国に高直しがあり、諸侯に列して立藩したことである。山崎家は家春の代より、 浅口郡内の神殿開発を推進していたが、豊寺の時代である遠方6年には、亀島神殿に280丁部が完成しており、さらに幕末には280丁部余りに及ぶ、鶴神殿の開拓が行なれていた。廃藩地県で、成和県となり、後、深津県、小田県を経て、岡山県に編入された。山崎家は、明治17年の家族令で男爵に上されている。 後代より愛表向き号霊州時代及び、維新律藩後の成和藩の神屋敷は、現在の東京都港区元麻布二丁目にあり、大きな池があった。文政四年の大化では、山崎や神屋敷のみが累承を免れたが、これはこの池に住むという大釜が水を吹きかけて、累承を不正だからであるという言い伝えが残っている。これ以降江戸市中の人々は、山崎家に、 日よけのお守りを買うようになった。明治維新以降は、近所の末広神社でお札の発給を引き継いだ。旧なりは藩江戸藩邸の釜池は、明治以降東京の名所の一つに数えられる名所となったが、昭和8年にほとんどが埋め立てられ、さらに埋め立てられ、現在はマンションの敷地内に一部残っているのみとなった。なお、この釜池は NHK 総合テレビの寄稿。 共用バラエティ番組、ブラタモリにおいて、2009年11月12日に、第5回放送、見た、アザブにて取り上げられた。トザマ3万5千国トザマ5万国山崎家5千国、トザマ1万2746国、画像表示、シップスイメージビューアー。clioimg.hai.u-tokyo.ac.jp。L I o I M 2021年3月27日閲覧。歴史コラム第4項中野島の旧町名。中野島の地域情報サイト、中野島スタイルドットコム中野島の気になるお店や、イベント、ビル情報をご紹介。2021年3月28日閲覧。岡山ゆかりの江戸城外堀石垣のある、小石川高楽園岡山県ホームページ。 www.pref.okayama.jp2021 年3月28日閲覧山崎家府には1万国と記載あり国立国会図書館山崎家森家春の生涯について知りたいレファレンス共同データベース2021年3月27日閲覧なりはあたご大花火高橋市公式ホームページ www.city.takahashi.lg.jp 二千二十一年三月二十八日閲覧。なりはあたご大花火の起源。k a w a k i n n o o b u d y j p 二千二十一年三月二十八日閲覧。関西おさむ書家ふ。第三週国立国会図書館デジタルコレクション。d e s i l i n d l g o j p 2021年3月27日へ閲覧。が、マイケと帰るお守り、上野寺様10番稲荷神社。ありがとうございます。